スパルタ・ロッテルダムは、オランダ南西部、南ホラント州の都市ロッテルダムを本拠地とするサッカークラブである。1888年4月1日に創設された、オランダ最古の歴史を持つサッカークラブであり、エクセル・シオール、フェーノールトと,と共に、ロッテルダムを本拠地とする3クラブのうちの1つである。3社の対戦は、ロッテルダムダービーと呼ばれる。創設以来、 2001から02シーズンまでエールディビジに所属。リーグ1回、カップ3回のタイトル獲得歴を誇る。また、エールディビジの前身であるオランダ全国選手権では6度の優勝を果たしている。スパルタロッテルダムの伝統的な赤と白のユニフォームに黒いパンツはイングランドのサッカークラブサンダーランド AFC を模倣したものである。1899年からこのカラーを 採用しているが、100年以上経った今もなお、この形式は続いている。スパルタ・ロッテルダム対ブラックプール FC の試合1888年4月1日、ロッテルダムに住む数人の学生の手によって、ロッテルダムスーヘクリケットフットボールクラブスパルタというクリケットチームが作られた。このクラブから同年7月にサッカー部門が分裂し、これが 現在のスパルタロッテルダムの母体となるクラブになった。1890年から正式に活動し始め、1892年にはクリケットチームが解体された。1893年4月23日にはサッカー協会より当時のトップリーグ参戦が許可されている。2002から03シーズンまでスパルタロッテルダムは一度も2部リーグに降格していなかったが、 元オランダ代表 MF、フランク・ライカールトが監督に就任した。このシーズンに、史上初めて、エールステ・ディビジーに降格した。また、これにより、ライカールトは辞任した。2005から06シーズンに再び一部に復帰したが、2009から10シーズンに再度降格。2010年8月20日、アルメレシティとの試合では、ヨハン・ホスカンプが1試合8得点を記録し、 チームは12から1で圧勝した。6シーズンを2部で戦った後の2016年4月、ヨングアイアックスを破り最終順位を2位まで持ち上げたことにより、1位の BBB フェンローと共にエールディビジに昇格した。しかし、一部では安定した成績を残せず、2018年5月に史上3回目の降格を経験した。この時には降格プレーオフを戦っての、 合格であったが、プレーオフの対戦相手は f c m であり、2戦合計3から1での敗北、降格となった。スパルタロッテルダムでは、選手の背番号が決められておらず、各試合ごとにポジション別で振り分ける。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は、 EU 県外選手を示す。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。